モーゼス・ヘス・モーゼス・ヘスは、ドイツのユダヤ系社会主義者、哲学者。モーゼスと、ヘブライ名で名乗るのは1862年からであり、それまでは、モーリッツというドイツ名だった。カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、フェルディナント・ラッサールと共に、ドイツにおける、社会主義の祖とされている。テオドール・ヘルツルに影響を与えた政治的シオニズムの創設者でもある。 ボンで、祖先がポーランドでである、ユダヤ人家族の一員として生まれた。1817年に父は、ケルンに、佐藤の生成書を設立して成功したが、モーリッツは、ボンに残され母方の祖父からタナフタルムードについての知識を与えられた。18歳で、ボン大学に入学したが、 結局卒業はせず、家業の手伝いを要求する父と争い家を出て、イギリスオランダフランスを放浪した。一時は、父と和解するがしばらくして、最終的に家を捨て、1837年から4年間は、著述と研究にふけった。1841年頃に、マルクス、エンゲルス、アルノルド・ルーゲと出会い、ライン新聞などの創刊にも加わった。 新聞の通信員としてパリに派遣され、ミハイル・バクーニンやピエール・ジョゼフ・プルードンと知り合った。1843年にケルンに帰り、労働者の間で先導したり、左翼的な論文を発表している。1845年にはブリュッセルに行き、ドイツ人亡命者のための雑誌に投稿しながら1848年まで滞在。 スイス・ベルギー・オランダを放浪し1854年からパリに定住し1861年にケルンに戻った。1863年にはラッサールの全ドイツ労働者協会の創立に協力している。1864年にはマルクスらと共に第一インターナショナルにも参加した。パリで死去。哲学的にはドイツで交流しつつあった青年。 ヘーゲル派に所属していたヘスは、1832年からは、アンリド・サンシモンや、フランソワ・マリー・シャルル・フューリエの社会主義思想を、吸収する。この頃のヘスは、ヨハン・ゴットリー・プ・フィヒテや、フリードリ・ヒシェリングの弟子たちによって説かれた、直感主義への信仰にバールーフで、スピノザやヘーゲルの体系を結合し、絶対精神が導く歴史に救済を求めた。ヘスはドイツで、 最初の社会主義者だが、マルクスやエンゲルスのような科学的社会主義者とは異なり、社会的平等が必然であるがゆえに望ましいとは考えなかった。彼の社会主義は道徳的な前提に立てられたものであり続け、これがマルクスやマルクス主義者たちにより、抽象的、モラリストと批判される根拠である。ヘスは1860年代に、 ユダヤ人問題についてヨーロッパ社会でユダヤ人が同化できる可能性は全くなくユダヤ人は自分の民族性を否定することによって他の民族の軽蔑を招いているユダヤ人はパレスチナに自分たちの国家を持つべきであると主張したヘスは自分の名をヘブライ風にモーゼスと改め さらにこの論理を進めて、モーゼス・メンデルスゾーンが古水した、ユダヤ教の改革は、ヨーロッパ哲学への迎合であると非難し、逆にハシディズムを偉大な信仰最高運動であると評価した。ありがとうございます。